ます。世界で戦うために海を渡った侍たち、今回は五十嵐亮太さんを取り上げていきます。北海道でアルペンスキーの国体選手だった父と元ヤクルトスワローズ監督の若松氏と同じ北海道留萌中学校出身の母との間に生まれた五十嵐は、小学校の時に千葉県へ転校すると野球に出会います。中学生までは一塁手でしたが、進学した敬愛学園高校野球部監督から肩の強さを買われ投手へ転向。すぐに県内屈指の剛腕投手と呼ばれるようになりました。1997年、ヤクルトスワローズからドラフト2位指名を受けて入団。1年目からファームでのリーグ優勝決定戦で6回まで完全試合のペースの投球を続けるなど、その実力を発揮。高卒ルーキーでは史上初のファーム日本選手権 MVP も獲得します。2年目の4月20日に1軍昇格を果たすと、5月27日にはプロ入り初勝利を達成。すべて中継ぎでの登板でしたが、最速154キロをマークしてシーズン6勝を挙げ、3年目からは開幕から1軍でフル稼働することになります。4月だけで3勝1敗を皮切りに、前半戦を終えた時点で中継ぎのみの登板にもかかわらず11勝を記録。オールスターゲーム初出場を果たしただけでなく、古田敦也との最優秀バッテリー賞にも選ばれたのでした。2001年は肉離れや右肘痛と怪我に悩まされながらも防御率 2.59 と自己最高を記録。2002年には同僚の石井博俊と共に2人揃って速球を連発して抑えの高津へとつなぐことから、ロケットボーイズの愛称で親しまれ、不動のセットアッパーコンビを確立。最終的に防御率 2.08 という成績を残したのでした。2003年も勝利の方程式として奮闘すると、翌2004年、チームの絶対的な守護神であった高津のメジャーリーグ移籍により抑えに大抜擢され、9月20日の阪神戦で158キロを3球連続で計測するなど、球界の速球王として君臨。シーズン通して37セーブを挙げて最優秀救援投手に輝きました。2005年も抑えとして49試合に登板しましたが、2006年右肘靭帯断裂が発覚、トミー・ジョン手術に踏み切り、2007年は1年間をリハビリに費やすことになりました。2008年、開幕戦ですぐに154キロを記録して復活すると、9月20日の横浜戦では157キロまで球速が戻り、2年半ぶりのセーブを挙げた翌年オフ、クローザーイムチャンヨンへつなぐ不動のセットアッパーとして約束されたポジションを捨て、メジャー挑戦を表明。海を渡ったのです。抑えのフランシスコ・ロドリゲスにつなぐ右のセットアッパーを探していたニューヨークメッツと2年総額300万ドルで契約すると、4月8日のフロリダマーリンズ戦でメジャー初登板。2点ビハインドの7回から1回を投げて無失点と上々のデビューを飾ります。1週間後のコロラドロッキーズ戦では156キロを記録するなど順調なスタートを切りましたが、その後はハムストリングの故障などに苦しんだシーズンとなりました。五十嵐は日本のように寮やホテルが用意され、衣食住に困らない環境が保障されている契約ではなく、キャンプ地で生活する家も自分で探さなければならないし、もちろんキャンプ地にも現地集合、自分でどんどん考えて行動していかないと取り残されてしまうという状況に意識改革を迫られました。全部自分で決めなければいけない、ここは自分で選択する国なんだと思いました、と語っています。2年目は AAA のバッファローで開幕を迎えると、防御率 0.94 と好投。4月11日にメジャー昇格。4勝1敗の好成績を残しますが、自慢のストレートと数少ない変化球だけでは勝負にならないと、2年目の終盤にはカットボールという新たな武器を習得します。持ち球を増やそうと日本でも練習しましたが、結局ものにできませんでした。自分に合わない球種だったんだと諦めの言葉を見つけて無理やり納得していましたが、アメリカではそんなことは言っていられない、必死で覚えました。やらざるを得ない状況に追い込まれたら人はできるようになるんです、と進化を求める剛腕はこの年のオフ、ドミニカ共和国ウィンターリーグにも参加。スライダーもマスターし進化を遂げていきます。3年目はピッツバーグパイレーツと契約を結びましたが、メジャーに上がるために最善の道を模索した結果、トロントブルージェイズに移籍。 AAA のラスベガスで防御率 1.29、 最速99マイルを記録して5月25日にメジャー昇格を果たします。さらにその4日後、今度はニューヨークヤンキースへ移籍したことで新たな魔球を手に入れることになりました。
ヤンキースのコーチからナックルカーブを覚えるように言われた五十嵐は、そんな球投げられないと思いながらも、いいから投げてみろと無理やり押し付けられたために練習を繰り返すと、次第に投げられるようになり、アメリカに来てトライすることへの恐怖心が取り除かれたような気がします。これまでの常識や思い込みを捨てて、どんどん実行していくしかありませんと、マスターしたこの魔球は翌年、日本球界に復帰した際の新たなウィニングショットになりました。2012年11月16日、福岡ソフトバンクホークスと3年総額6億円で契約、4年ぶりに日本球界に復帰。2013年6月22日から7月3日にかけて、5試合連続のホールドを記録すると、7月9日の西武ライオンズ戦では帰国後初セーブも挙げます。その後は主にクローザーとして起用され、20試合連続無失点など安定した成績を残しながら通算50勝目を達成。翌2014年には守護神デニス・サファテの加入によりセットアッパーを任されると、600試合連続救援登板や通算100ホールドを達成するなど、3年ぶりのリーグ優勝に貢献。さらに進出した日本シリーズでも勝利投手となりました。2015年もセットアッパーとして期待通りのピッチングを見せ、3勝1敗31ホールド2セーブ、防御率 1.38 とチームの日本シリーズ連覇に貢献した年のオフ、3年連続で50試合以上登板、計86ホールドの実績が認められ、2年契約、年俸3億5000万円のオファーを受け残留しました。翌2016年も開幕から貴重なリリーフとして通算141ホールドを記録するなど、順調なスタートを切りましたが、練習中に左太ももの肉離れを起こしたことで戦線離脱を余儀なくされました。そんな状況でも五十嵐の進化と変化を求める飽くなき向上心は尽きることがありません。まだまだ変化球を覚えたいとメキシコのウィンターリーグに自主参加、中4日で先発も経験しながら、プロ20年目にしてチェンジアップの習得に取り組んだ結果、翌2017年開幕3戦目で初勝利をつかむと、最終的に6勝0敗11ホールド防御率 1.73 を記録する活躍で、2年ぶりのリーグ優勝および日本一奪還に貢献したのでした。古巣ヤクルトスワローズへの移籍が決まった2019年シーズンは開幕からフルスロットル、4月はなんと救援登板のみで5勝を挙げるなど、45試合に登板して防御率 2.98 を記録しましたが、その後は怪我に苦しみます。抑えるためなら何にでも挑戦すると、2軍戦でサイドスローも試したほど最後まで現役続行を模索しましたが、イメージと体の動きが合致しなくなったと2020年8月現役引退を発表。ラスト登板となった10月25日の中日戦で8回に登板すると、2012年ブルージェイズ傘下ラスベガスでチームメイトだったモイズス・シエラを五十嵐の代名詞、真ん中高めのストレート、わずか1球でサードゴロに仕留めたのでした。引退後は幼い頃から親しんでいたにもかかわらず、日本では大怪我をリスクから封印し、アメリカでは契約条項で禁止されていたスキーを思いっきり楽しんだり、バイク免許を取得してツーリングに出かけたりと、やりたかったことを一つずつ叶えているそうです。ただ引退に関して五十嵐は、引退したら野球をやっちゃいけないわけじゃない、やりたくなったらやればいい。ヤンキースで同僚だった256勝の大投手アンディ・ペティットは現役引退を表明した翌年に復帰しましたし、メッツでチームメイトだったイズリングハウゼンも手術後また投げられそうな気がすると言って復活しました。アメリカで型にはまらない発想を経験したことで自分でも柔軟性が生まれた気がしますと語っていて、またどこかで投げている姿を見られる日が来るかもしれません。担ぐように振りかぶり、スリークォーターの角度から押し出すように投げる独特のピッチングフォーム、あえて腕を畳んだまま最小の半径で腕を振ることで生み出される最速158キロの剛速球と平均138キロの高速フォークで奪った多くの三振、クイックモーションも 1.1 秒台と非常に速く、日本球界復帰後はナックルカーブやカットボールも使いながら常に探求心を忘れず、毎年進化し続けたことで23年にも及ぶプロ生活を生き抜いてきたのです。日本で一緒にプレーした外国人選手たちが日本人はみんな同じような投げ方をすると言っていましたが、メジャーに行って確かに特徴的な選手が多いと思いました。それは育成方法に対するアプローチの違いだと思います。日本の場合は悪いポイントを指摘してそこを直していきましょうというところからスタートしますが、アメリカはまずいいところを褒め、その良さからさらに伸ばすためのポイントを指摘するという発想でしたと語っているように、
変化することを恐れず、常により良いものを求め続け、アメリカで身につけた変化球や経験でメジャー帰りの投手として NPB で最も成功した選手の一人となりました。繊細なタッチで描く絵のレベルは画伯と呼ばれるほど非常に高く、端正な顔立ちはアイドルグループ SMAP の木村拓哉に似ていることから球界のキムタクと呼ばれ、横浜ベイスターズのマスコットガールをしていた妻と買い物に行った際、エスカレーターですれ違った他の買い物客から木村拓哉と工藤静香に間違われたほど。しかしそのスマートな外見とは裏腹に、セパ両リーグで日本一を経験した右腕はメジャーにマイナーリーグだけでなくドミニカやメキシコリーグにも参加、トミー・ジョン手術も経験したほど波乱万丈なものでした。800試合以上投げて先発は一度もなく、全てリリーフ、抑えて当たり前、打たれたらニュースになるのが中継ぎの魅力だという生粋のリリーバー。日米通算906試合に登板、70勝167ホールド70セーブ、防御率 3.20、 奪三振992、リリーフ登板のみで前半戦11勝を記録したり、メジャーで記録した5勝のすべてが3分の1イニングの登板という幸運ぶりから、勝利の女神が惚れた男と呼ばれたリリーフ一筋の剛腕にして鉄腕、21世紀の元祖速球王五十嵐亮太。いかがでしたでしょうか。これからも海を渡り世界で戦った偉大な侍たちをご紹介していきますので、ぜひご登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。